それではここからは山口さんと南岸低気圧に関して見ていきたいと思います。よろしくお願いします。たびたび関東に雪をもたらしたり、はい、予想が難しいなんていう話もよく飛び交う話かと思うんですけれども、ね、はい、今日まずは南岸低気圧というのはそもそもどういった低気圧なのかというところから見ていきたいと思います。もう南岸低気圧、今日の天気図見ると一目瞭然なんですね、うん、はい、こちらは今日の12時の実況天気図になるんですけれども、関東の南沖を低気圧が発達しながら通過していったということになりまして、はい、うん、南の沖合あるいは南のこの沿岸付近、うん、そちらを通過する低気圧ということで南岸低気圧というふうに呼ばれています。はい、これが結構こう関東の雪に影響したりですとか、はい、あと予想が難しいというふうに耳にしたことがある方も多いと思うんですけれども、はい、どうしてこの南岸低気圧というのは難しいとされているんですか？そうですね、いろんな理由があるんですけれども、はい、まず最初にちょっとこちらの図をご覧いただきましょうか、はい、これがですね、通る場所と天気の分布を表したものなんですね、はい、通る場所が何でポイントになるかというと、うん、低気圧の北側というのは冷たい空気、はい、南側には暖かい空気、うん、これがありまして、低気圧の中心付近、こちらもですね、うん、どちらかというとちょっと暖かい空気の方になるんです、はい、で一番左の A パターン、これ八丈島というのがと書いてありますけれども、うん、はい、まあ、そのずっと北の方を通過する場合、うん、低気圧こうなってくると低気圧付近のですね、暖気、はい、これが関東南部まで入ってくることになりまして、まあ、気温が高く雨になるパターンとなります、うん、一方真ん中の図 B パターン、こちら八丈島のすぐ近くを通過していく場合ですね、はい、こうなってくると低気圧付近には暖気があるんですが、それが主にもう海上の方になります、うん、で代わって低気圧の北側に広がっている冷たい空気というのが関東南部まで一気にこう流れ込みまして、はい、広くこれ雪になりやすい、そういったパターンとなります、うん、一方ですね C パターン、こちらはですね、結構南を低気圧、八丈島の南を通過するパターンなんですけれども、うん、確かに関東南部は冷たい空気、うんうん、低気圧の北側の冷たい空気に覆われるんですが、はい、低気圧が逆に遠いところを通過してしまいますので、うん、雪は降るんですけれども、量が非常に少ない、うん、ですので、大雪にはなりにくい、こういったことを意味していまして、はい、よくこの八丈島の北を通過するのか、うん、南を通過するのかで、一つ関東南部の雪だったり大雪だったり、うん、そういったものの目安とされます。ただですね、はい、必ずしも八丈島の北を通るからといってですね、うんうん、雨になるとも限らない時もありまして、うんうん、はい、これはその時々の最新の情報をですね、確認していただくということになります、うんうん、はい、必ずこうなるわけではないという話もあったりするそうですもんね、はいはい、そしてこの雨なのか雪なのかというところが、関東にとってはかなり大きな影響になってくるかと思うんですけれども、こういったところは何によって決まってくるんでしょうか、はい、これがですね、湿度と気温なんです、うん、これがまたこの予測が難しい、ゆえなんですけれども、はい、うん、南岸低気圧の場合というのは、低気圧ですので、はい、こうずっと降水、うん、何らかの雨とか雪が降っている状態なんですね、はい、うん、となるとこの左のこの縦軸、湿度が非常に高いというのが条件としてあります、はい、でこれですね、湿度と気温で一体何度何パーセントだと雪になる雨になるかっていうのが大体こうあるんですね、関係式が。で先ほどお話した通り、湿度が高ければ高いほど、はい、こう0度に限りなく近づかないと雪にはならないんです。で湿度 100% の場合ですと、はい、一番左上 0.0 度でないと雪にならない。湿度 100% だと、極論すると時折あるんですけど、うん、0.1 度でも雨になっちまうんですよ。雪になるか雨になるか、雪になった瞬間、はい、非常に量が多くなって大雪になることにもつながるんですが、うん、南岸低気圧の場合はこの 0. 点何度の世界で、うん、気温の予測を事前に当てる必要があるというところで、他の気象現象に比べても難易度が高い、はい、うん、なるほど、そういったものの一つとなります、うん、今のコメントで1度単位でそんなに違うんだということがありますけれども、 0.1 度で変わることがあるということですよね。逆にですね、はい、冬型気圧配置の時っていうのは、うんうんうん、
結構地上付近って乾いてるんですね、はい、湿度が、うん、湿度が乾いてると温度が高くても雪になります、うん、だいたいミシャン数が湿度 50% だと6度でも雪になる。6度でも雪、これはもう途中でこう、まあ、雪粒が落ちてきますよね、うんうんうん、で途中で蒸発するんです、はい、あの湿度が低いと、うん、でそうなると気化熱がこう奪われる形でますます雪粒冷えますし、うんうん、その冷たいまま地上付近まで落ちてくる、はい、となってくると気温が多少高くてもですね、うん、雪として降るというのが性質としてあるので、うん、冬型の場合は、まあ、ある温度以下だと、まあ、雪になるなという目安がこう当たりがつくんですけれども、うん、南岸低気圧は今お話した通りもう 0.1 度でも下手すれば雨 0.0 度でようやく雪みたいな判断を迫られることが、はい、たびたびあって、なるほど、これがやっぱりちょっと難しいところになりますね、はい、この南岸低気圧その通る場所ですとか、はい、あとはその寒気をどれだけ引き込むかとか、はい、あと発達具合によっても影響度が変わってくるかと思うんですけれども、はい、これまでにもこういったこう南岸低気圧が被害をもたらした例っていうのはあったんでしょうか。極端なところでいくとですね、はい、結構最近なんです。2014年に、うん、2週続けて南岸低気圧が関東に記録的大雪、うん、場所によっては豪雪ですね、うん、そういったものをもたらした事例があるんです、はい、一つがですねこちら2014年2月14日から15日の南岸低気圧の事例なんですけれども、はい、うん、一番上ちょっと字ちっちゃくなってるんですが、これ甲府の最深積雪最も積もった段階で114センチ、はい、に達しました、うん、あの太平洋側でこれあのほとんど1日で降った量なんですけれども、うん、1メートルを超える豪雪なんていうのはですね過去なかったレベル、これも圧倒的に観測史上1位の記録、うん、しかも1894年以降過去120年間で一番降ったっていうのが、まあ、6年前に出たんですけれども、ね、はい、他にもですねこれ前橋で73センチとか熊谷62センチ、これ覚えてらっしゃる方も結構いらっしゃると思います、うんうん、そうなんです、あのビニールハウスとかがですね多数こう倒壊したり、あとあの車が避難できなくなって、はい、こう排気ガスによってですね、あの車の中で中毒死されたりとかですね、大変大きな被害が出た、そういった事例になりますね。車の立ち往生というのもね相次いで起こったなんていうコメントもありますし、はい、東京西東京の方でも膝くらいまで積もったなんていうような声も今ありましたね。当時皆さんからいただいたウェザーリポートでも雪の報告多くいただいておりました、はい、左側が山梨県富士吉田市、はい、真ん中が山梨県、そして右側が山梨県の富士吉田市というところ で、 そうですね、はい、これあの車が埋まってしまってるんですよ ね、はい、そうですね、でこれ本当に一晩置いての光景なんですよ、まあ、この1週間前にも大雪が降ってある程度残ってたところにまた来たんですけれども、はい、ほとんどはもうこの日に1日だけで降ったと、はい、こういった形でして、まあ、本当にこう、まあ、山梨県というかまあ関東南部に近いところで見られるような風景とはとても思えない、はい、まあ、そういった形がまあこの日あったということになりますね。やはりこの時のこう気圧配置としても南岸低気圧が影響していたということですね。はい、そうなんですよ。でこの日はちょっと特殊なところもありまして、はい、あの当時の天気分布、あの皆さんからのご報告のデータがあるんですけれども、はい、こちらをちょっと見ていただきましょうか、はい、あの何が違ったかというとですね、非常に低気圧の前面の暖気、うん、後ろの寒気、この温度差が非常に大きかったんです。でこれが当時です、2014年2月14日午後9時の皆さんからの天気ご報告なんですが、かなり分布地域性ありますね。そうなんですよ、うん、あの千葉の方はですね確かに雨なんですね。しかも黄色い丸印はこれゴーという激しい降りといったご報告を多数いただきました、はい、で千葉でも北西部から西の方、白丸が雪、黒丸がどかどかのレベルですね、うん、で赤い丸がこれ吹雪なんですけれども、はい、ものすごく明瞭なんですよ、うん、でこれ何が起きてたかというと、低気圧の前面の暖気、はい、これがですね非常に強くて強い雨につながってたんです、うん、でただ後ろ側の寒気も強くてこれが雪になっていたんですけれども、うんうんうん、低気圧というのはですね寒気と暖気の温度差が大きければ大きいほど発達しやすい、うんうん、はい、で発達しやすいということは雲の強度も強まりやすいといったことを意味しています、うんうん、でこの時はそこが非常に顕著だったのがありまして、うんうん、はい、雪で降ったところはですね降水量も
この時期としては記録的な多さになったんですね。例えばその甲府、はい、この一連の低気圧で降水量にすると100ミリ降ったんです。100ミリとなってくると、例えば、はい、まあそうですね、暖候期夏とかの大雨としても、まあ、結構多い方に入ってくるぐらいのものが真冬に降った。でしかも温度が低くて全部雪に変わったと、はい、それだけこう雲の材料も揃っていたということになりますね。南からの湿った空気を多量に持っていた、そういうふうな、まあ、低気圧だったと言えますね。先ほどこう陸地と低気圧の距離の話があったと思うんですけど、はい、やっぱりこうそれだけでなくって発達具合というのも大きく関わっているんですか。発達すると何が起きるかというと、今お話した雲がやっぱり強くなる、はい、うん、これが起きうると、例えば、はい、まあ、全く同じ気温湿度条件としたときに、うんうん、まあ、当然なんですけれども、だいたい南岸低気圧の場合、まあ、10ミリ、うん、降水量があると、はい、だいたい10センチの、積雪につながるとされるんですね、はい、ですので多ければ多いほど、もう比例的にこう大きく多くなるんですが、この時は100ミリ降水量で降った、それがもう1メートル全部積もったということが非常に特殊な、事態、まあ、はい、とはいえ条件が揃えばこうなるといったことを、まあ、示したものになります。それがこう1日ぐらいであったということですね。そうです、低気圧がやっぱりもう1日以内で、はい、降水が、まあ、収束するということになるので、はい、まあ、短時間の、まあ、豪雪です、うん、になったということですね、はい。あとはこうやっぱりこう雪の話、一般的にするときは上空の寒気の話も出てくると思うんですが、はい、この関東に関しては寒気のこう関係性というのはどうなんでしょうか。はい、そうですね、はい、まあ、これも低気圧の発達度合いとか風向きとかいろんな要素絡むんですけれども、だいたい目安でいくとマイナス3度線、うん、これがかかってくるともう本格的な雪ですね。まあ、今日はそこまでの強さはなかったんですけれども、はい、この日がですね、あ、これが先ほどの14日の1週間前の、そうです、8日でも雪がかなり降ったんですよね。これも凄まじかったんですけれども、はい、うんうん、これ1500メートル上空の寒気強度、はい、マイナス6度まで下がったんですよ、うん、この日。で今お話した通りマイナス3度まで行くと、うん、もうこれはもう雪、はい、として十分降る条件整えるんですが、うんうんうん、マイナス6度線さらに大きく下回るというか、上回るというか下回るということですよね。はい、もう降れば完全に雪だったというのが一つと、うんうんうん、この上空比較的低いところの寒気が強いということは、はい、そのまま地上の気温も低くなるといったことを表していまして、うんうんうん、この時はですね、雪が降っているタイミングで広く氷点下まで下がったんです。で南岸低気圧の時の関東の特徴というのはだいたい0度ぐらいで、はい、雪になるんですけれども、うん、氷点下まで行くと雪質が乾いていくんですね、うんうん、でこの時は乾いた雪質で降って、うん、そうなると少ない降水量でも積雪が、傘がこう増すというふうな特徴を見せました、はい、なのでこの時東京で27センチ、千葉で33センチという記録的な大雪になったんですけれども、はい、東京で27センチか。そうなんですよ、はい、一番私この日覚えているのがですね、うん、関東ではめったに見られない地吹雪ですよね。夜になって風が強い中ちょっと雪弱まったんですよ、はい、まあ、その時に雪質軽かったもんでこう道路上を雪が降ってもいないのに、はい、もう北海道で見られるような、積もった雪がこう風によって風に流されている、まあ、それで非常に低いところの見通しは悪くなるような、はい、まあまあ、パターンもあったんですけれども、関東でも条件が整うと、うんうん、そういうふうな雪の降り方をする、はい、まあ、そういった一例がこの2014年は1週間の間に2回あったと、はい、いうことになりますね、はい。この時雪乾いてたななんていう声もありましたね。湿度低かったかという声もいただいてました。まあ、ちなみにさっきお話しいただいたマイナス3度というのが、はい、このマイナス6度の、南側の線になりますよね。ね、はい、なのでこうより冷たい空気が南まで下がってきていたということになりますよね。冬場のこう寒気の雪の目安としてマイナス6度というのはよく耳にすると思うんですけど、はい、関東マイナス3度というのはなぜなんでしょう。低気圧の場合と冬型の場合はですね、はい、うん、大気のこの構造が違いまして、はい、温度の傾きが違うんですよ、うん、で冬型気圧配置の場合は、はい、例えば横軸をこう温度にして縦軸高さにすると、うん、かなりこう寝ているんです、はい、つまり温度、高度が高くなると急速に温度が下がるという特性を持っているんですが、低気圧の場合って結構立っているんですよ、うんうん、つまり上空かなり高いところまで行っ
てもあまり変化が少ないということですね。そういうことになるんです。なので1500メートルでマイナス3度あるということは、うん、地上付近では0度以下と多いことを大体意味しまして、はい、それが一つの、まあ、雪の目安です。なるほど。まあ、これ本当にいろんな条件あるっていうお話したんですけれども、はい、うんうん、例えば降水強度が強い場合、はい、そうなってくると上空のこう冷たい空気が強い降水とともにこう地上まで降りてくることがあるんですね。そうなると、まあ、1500メートル上空で0度ぐらいでも地上が雪になることがあったり、非常にこうその時々の条件で変わるっていうことが、うん、まあ、あるんですけれども、うん、大きく見ればマイナス3度ぐらいが一つの目安になるということになります。まあ、今回は、まあ、本日ですね、ここまでのこう時の寒気の強さではなかったということではありますけれども、はい、かなりこう予報センターとしても今日も注目していく、そんな一日になりましたね。そうですね、まあ、はい、東京初雪すでにまあ観測はされていたんですけれども、うんうん、まあ、本格的にこう低気圧の雪として降るのは今シーズン初めてということになります。今はまあ1月ちょうど半ばを過ぎた頃ですけれども、はい、うん、まあ、関東はですね、はい、低気圧の大雪の影響を受けるのはもうこれからの、うん、ね、季節ということになりますので、はい、年によっては4月でも南岸低気圧雪を降らせることがあります。まあ、引き続きですね、はい、低気圧の発生が、うん、接近が予想された場合は、まあ、最新情報をお気をつけいただきたいと思います。はい、今後も最新の気象情報をぜひご確認ください。山口さん、ありがとうございました。ありがとうございました。